常ね王妃講子11月6日から2013年8月11日は、日本の旧皇族、武田宮、常ね王の日、皇尺、三条、金てるの次女。母は、白尺、王妃町実証の長女、静子。1947年の皇籍離脱後の生命は、武田講師。1934年、武田宮、常ね王と結婚し、 常ねまさ志う、そしじょう、のりこじょう、武田恒和の三男二女をもうける。1947年10月14日、皇籍離脱し、以後は、武田た皇子と名乗る。2013年、老衰のため97歳で成居。AB、人事更新録、第14番上さ149ページ。2019年1月17日閲覧。 漢方第2207号、除任及び、事例1934年5月14日、P350。漢方第2312号、日本赤十字社6次日本赤十字社名誉社員、水高市、有効証想,想定1934年9月13日、P319。漢方第4438号、付録。 事例2941年10月23日。官報第5200号、除人及び、事例1944年5月18日、P283。ありがとうございます。